はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。ティムールコンボなんですかね、になります。はい、今プロツアーじゃない、世界選手権の方だな、世界選手権の方で、そこそこの数がいるということで話題になってるデッキかなと思います。はい、先にちょっとお詫びをさせていただきたいんですが、私はこの手のシナジーデッキめっちゃくちゃ苦手なんで、多分無限にプレミしてると思うので、はい、その辺だけご了承ください。はい、どうしてもね、一つのデッキをこすり続けるということがあんまりないので、そうなってくるとこの手のシナジーデッキマジで苦手なんですよね。はい、まあ、一応どういう感じで動くのかっていうのとか、まあ、一応どういうシナジーがあるかくらいは、まあ、解説できると思うので、まあ、そちらの方だけで、ご勘弁をということで。はい、ね、まあ、これどういうデッキかっていうとこちらですね。英語の活力、このカード、まあ、3マナ33の、警戒で、自分がコントロールしている全てのクリーチャーが、まあ、タップ起動で、2から好きな色のマナ1点加えますよって効果と、まあ、英語シリーズの、まあ、共通効果で、まあ、死んだ時に、まあ、エンチャントとして戻りますよっていう効果で、これ使って何するかっていうと、自分のクリーチャーが全部マナクリになるんですよね。なんでこういうトーテンダンスの歌だったりとか、この辺の、まあ、稲妻などの強連射みたいな、まあ、クリーチャーを使ってたくさん並べて、マナを出して、で、これを、警官の洪水指というね、素晴らしいカードがいることによって、それを使い回そうということですね。はい、このカード3マナ22の、まあ、カバウソリザードでフラッシュ持ちっていう、まあ、すごい効果と、自分がクリーチャー内呪文を唱えるたびにそれ、まあ、フラッシュを持っているかのように唱えてもいいことと、もう一つノンクリーチャースペルを唱えるとターン終了時に自分をコントロールしているカエル、カワウソ、鳥、ネズミをいちいち修正与えてワンタップするんですよね。はい、なるほどね。トーテンダンスの歌、このクリーチャーブロックできないやつ黒の11のネズミクリーチャートークン X 体を生成してターン終了みたいなあたがコントロールしてすべてのクリーチャーは速攻得ると。なるほどね。はい、まあ要はこれを使った状態、これがある状態で、洪水指とトーテンタンズの歌があると、まあスペルを唱えるためにこれがアンタップしてパンプアップされてきますよっていうシナジーなんですよね。はい、でさらにですね、今回こちら、嵐酔いの才能だったりとか、この街は狭すぎるのコンボが入ってますね。もともとこの枠って、確か4マナのカワウソでスペル唱えるたびに倍々に増えていくよっていうやつがいたんですけど、そこだったんですが、まあそれを全て廃止し、嵐酔いの才能と、この街は狭すぎるが入ってますね。はい、これによって何が起こるかっていうと、嵐酔いの才能出します。はい、出しました1マナ、レベル2起動4コスト。で自分の墓地からね、この街は狭すぎるを回収しますのタイミングで、洪水指の効果で嵐用の才能を使うことによって自分のクリーチャー全部アンタップ、さらに4コスト起動プラス2コスト起動の合計6マナが必要なんですけど、合計6マナを使うと、まあ、ここでアンタップなん、まあ、ここでアンタップして、まあ、これ回収するってことで、はい、何をするかっていうと、まあ、合計7コストで自分の盤面の、まあ、クリーチャー、ネズミとかカワソとかのクリーチャーを2回アンタップするんですよね。なんで自分の盤面に洪水予備含めて、まあ、トーテンタンズの歌からのトークン3体と、まあ、プラスアルファで、まあ、この辺のね活力の英語の活力があると嵐酔いの才能プラスこの街は狭すぎるを無限にループすることができるんですね。はい、で無限にループしているうちに、まあ、嵐酔いの才能だったりとかレベル3だったりとかが到達できたりとかしたりとか、まあまあ、無限マナがね発生するんで、まあ、そこの間にね、まあ、ドロソーを適当に挟んだりとかすることによって、まあ、トーテンダンツもう一枚どころかそもそも無限ループしたらこいつから出てくるトークンが無限パンプされてぶん殴ることができるっていうことで、はい、まあ、そういうコンボデッキなんだと思います。はい、なんでここが、疑問系というか、まあ、断定できないかというと、シナジーカードが多すぎて私が多分使いこなせている感じがしないからですね。はい、まあ、有利不利とかはあるんですけど、まあプロツアーというか、世界選手権か、世界選手権でどこまで、まあ、このデッキが活躍できるかっていうのはすごい注目できるかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は5割ちょっとかな。一応勝ち越しはしたとは思うんですけど、それでもやっぱり BO1 だと厳しいですかね。まあ BO3 以降でも結構厳しかったりするんで、それについてはね所感の方で解説していこうと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープでいいんじゃないですかね。嵐酔いは結構早めに置いちゃっていいカードだと思います。まあこのカード後で無限ループに使うんですけど、無限ループに使うんですが、まあそれは後で置いとけばいいので、てか置いといてもねできるんで、一旦ちょっと置いていきましょう。あと欲しいのは土地ですかね。
まあ、次のターンは稲妻アナの強電車から入るので、ほい、まあその次のターンにスレイトードハンド2枚から土地めくれれば OK かなとも思います。土地田タワー、まあ鎖カードですね。なんならこれ土地引いたら洪水呼び出してそのままパンプアップでぶん殴るっていうタクが存在するんで、うん、別に悪いわけではないんですよね。ほい、殴ります。ほい、まあ土地引けてるんでこのターンは洪水呼び出す必要はないかなと思いますね。ほい、推理コントロールと、ライフ結構がっつり削ったらその後洪水指でいける気がするんです。まあ当天探知でいける気がするんで、ここら辺をカウンターさせて、まあ手練とか使いまくってっていう動きが綺麗ですかね。うん、仕切り、まあ仕切りならいいや。手練できれば土地が欲しいターンかな。赤土地が欲しいですね。で赤土地が引けたんで、ここ青土地がもう1枚だけ欲しいですね。いやまあこれがあるとまだループはしないんだよな。ループはしないけど持っときたいかな。うん、まあとりあえず4点入れましょう。太陽効果とかが飛んでくるターンだとは思うので、うん、このターンは嵐追いで手練回収とかその辺が綺麗ですかね。一時封鎖がどんだけ入ってるかとかそういうゲームとかにもなるんですけど、うん、ほい、土地が積もれるのであればもう一回洪水呼びを構えてあげます。積もれましたね。じゃあ構えよじゃあ構えよ。殴ります。今んとこ無限ループまではいけてないかな。うん、無限ループ結構条件ありますからね。ほい、ワンドロー。トークン含めてマナが14プラス2142だから、盤面にクリーチャーが7体いるんですよね。うん、はい、封鎖、まあこれはしゃあないですね。でここに2マナ貯めたってことは、まあこれに対しての除去を、あー狭すぎる、いいんですけどね。まあスレイトオブハンドからでいっか。ん、ちょっと待て、3、これ買ってましたね多分。プレミです、多分勝ってたと思います。うん、もうこれは、いやこれパーマネント2つ回収しますか。こうですね。ほい、これしておくと純粋にリソースが増えるんで一旦これでいいと思います。で土地引けてないこと考えたら普通にここまで使っちゃって OK ですね。引けてないこと考えたら使っちゃって OK だったんですけどね。まあ墓地は決定的瞬間でいっかいやー土地があったらすごく楽だったんですけど、まあまあいいでしょう。うん、一時封鎖もう一発飛んでくると思うので、まあそれはそれでぐらいの感覚でいこうかなと思います。うん、狭すぎるがもう一枚あるんで、まあもう一回バウンスしてあげてっていうのも全然ありですしね。ただ洪水予備だけは置きたくないから一旦こっちからかな。いや違うな、活力からかな。ほい、うん、まあマナ出す必要もないですし、これでエンドでいいと思います。破壊みたいなことはしてこないと思うんですよね。打ってきて太陽効果だと思うので、うん、アバター 1,2,3,4,5,6,7。 これミストムーは当天タンズの速攻を勝ちはしてないかな。いや、いける可能性はあるか。お試しでやりますかね。
X に X2 の青、赤でいいかな。これってクリーチャーでない呪文ですもんね。ってことはこれでもアンタップするんで、アンタップ強連射を出す必要はないこと考えたら、まあ赤青で勝ちましたね、これは。うん、青、一応これ無限ループまでもいけると思います。嵐追いレベル2にして、おい、嵐追いレベル2の当天探知サルベージ、別にここまで撃つ必要は実はないんですけど、まあ無限ループまで行けるなら行っちゃっても別に面白いんで、うん。こっから、この街は狭すぎると、で、嵐追いの才能を回収しながら嵐追いレベル2すれば、相手の盤面全部回収できるんで勝ちですね。うん、まあこれはもう勝ってるんで、まあどういう動きがあるかってだけ教えて、まああとは、はい、これで全部アンタップして、グルパンで勝ってますね。うん、おい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ初手で欲しいところは揃ってそうですね。キープしましょう。黒、まあ嵐追いから OK かなと思います。このデッキなんですけど、緑英語を早めに置きたくて、対この黒タンとかですね、対黒タンとか相手って緑英語を早めに置きたくて、これ残ってくれるというか、エンチャントゾーンにあるとめちゃくちゃ強いんですよね。うん、あれ、まあここできれば赤土地が欲しいかなあ。緑英語持ってかれましたね。赤土地は引けたんですけどね。うん、まあ、うちならうちでいいんで殴りますか。まあ、このターンはドルイドでいいかな。うん、相手に手札バレてる状態ですけど、まあドルイドで OK かなと思います。大盛り、はい、残儀がですね、ちょっとこのデッキめんどくさい寄りなんで、処理できれば処理できましたね。うん、まあ見えてるとこからでいっか。で、本当はこれ、嵐追いの才能残っててほしいんですけど、まあさすがにここにある盤面のカードの方が強いので、うん、そう、残っててほしい理由はあるんですけどね。まあさすがにドルイド2枚以降はいらないと思います。いや、まあ持ってるんでね。うん、3枚以降はいらないですね。あとで無限ループの素材とかになったりはするんですが、うん、黒得、まあそれならそれで OK。稲妻罠の起動、まあ基本的に除去はいっぱいある前提で OK で、でこれ探索するドレイドで大丈夫だと思うんですよね。うん、で喉首を先に打ってきた感覚的に、あんまりこれ手札がクリーチャーじゃなさそうですかね。うん、あ、放血者はある。はい、あとでバウンスしたいとこではあります。この辺でバウンスがあったらね、2面ともいけたりするんですけど、まあドルイド、嵐追い、ステルトナイルのとどっちが強いかな。そろそろ時間的猶予はないこと考えたら、もうこっちをいた方が強そうな気がしますね。うん、時間的猶予はあんまないので、これの方がマシな気がします。はい、緑英語があればね、結構楽なんですけど、黒得、シェ、まあ
その町は狭すぎるでここに面を取りましょう。スレイトオブハンド、花粉の分析、クリーチャー持ってくる、アンタップパンプのこと考えたらこっちからの方がいいか。殴りましょう。13、倒しきりまではいけないと思うんだよな。さすがに倒しきりまではいけないとは思うんですよね。合計8、こうか。いや、塔の展開ではこっちか。まあこれは洪水呼びしかなくて、青々が欲しい。ほいほい、洪水呼び、スレイトオブハンド、スレイトオブハンドが2回つながってやっとゲーム。お、これは20点まではいかないか。狭すぎる回収のこうですね。でフルパンの残り5点、結構いい形にできたかなと思います。リュ、このターンシェオルとかなら次決定的瞬間から勝つ可能性があるんで、横抜けで勝つ可能性があるんでね。まあドロー、トーチザタワー、まあ一応ね引いたのであればこっちから行きます。これでもうマナが好きなだけになったので、適当に青いっぱい出しといて決定的瞬間、まあさすがにこれ勝ち確定だと思いますね。もう何持ってきても勝つんで、まあぼっちはこれでいいかな。対戦で投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあコンデッキの強みというか、まあなんかいろんな面白い動きができるっていうのがコンデッキかなと思います。はい、基本的にオーバーキルになりがちなのがコンデッキのまあ変な特徴かなと思いますね。ループしてると勝手にオーバーキルになりますからね。でまあこのデッキなんですけど、やっぱりフリー対面っていうのがありまして、それが多分今流行りのグルール加冠ないしは、まあ、BO1 で流行っているボロスオーラに関してはちょっと振りがついちゃうかなと思います。はい、まあ、やっぱりあの手のデッキ2つってどうしても除去がたくさん必要なんですよ。まあ、てか除去がたくさんないとそもそも受けきれないんですよね。でこのデッキの除去っていうのが、まあ、塔の点火と、まあ、この街は狭すぎるを自分と相手のカードを対象にしてっていう動きをしてすることによって一応テンポ自体は取れるんですけど、ただ問題があって呪言付与1回でも絡むとマジで厳しいんですよ。はい、ってことで今流行りのグルール加冠だったりとかボロスオーラで、メインボードから呪言付与のカードが4枚ずつ入ってることが多いのかなっていうくらいには、ね、破壊耐性だったりとか持ってることがあったりとか、まあそもそもね、今のグルール加冠の天使の才能のレベル2の誤報1すら結構重かったりするところがあったりとかしてっていうので、まあその辺はちょっと苦手なのかなと思います。はい、逆に対ミッドレンジとかに対しては結構強くて、除去全体除去とかに結構頼ってる、まあ例えばドメインとかに対してはめちゃくちゃ強く立ち回ることができるっていうのはしっかりありますし、まあ他のデッキ、まあゴルガリとかに対してはね、ピンジョがいっぱい飛んでくるんですけど、そこは緑英豪とか当天探知だけでゲームすることによって実は対象できたりとかするんで、はい、あとお決めの除去がないところは別にね、嵐山の才能レベル3から戦ってあげるっていう、まあコントロールプランとかもあったりとかするっていうので、まあ結構いろんな方面に立ち回ることはできるかなと思います。まあ強いてあげるならアグロ系列が苦手、てか今のアグロ系列が苦手っていうだけで、まあそれ以外の敵に対しては結構強めに立ち回ることができますし、まあ大変、まあミラーマッチは結構不毛だったりするんですけど、まあそれでもね、塔の点火あったりとかこの辺のバウンスとかでくるくるすることでゲームすることはできるよっていうところもあったりとかして、まあ面白い調整しがいというか回しがいがある敵かなと思いますね。はい、まあ私はね、毎日動画撮る関係上、まあこの手のデッキを擦ることができないので、はい、めちゃくちゃ苦手にはしてるんですけど、まあ
使いこなせる人が回すとめちゃくちゃ強いと思いますし、まあ、私もね、まあ、とりあえずある程度理論知ってるだけ回しててこんだけ、まあ、動きができるってことで、はい、面白いデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは